学校体系とは、学校制度において、進学元学校と進学先学校の接続体系のことである。学校体系には次のような種類がある。近代より前は、年少者から年長者までの一貫した学校体系が整備されていたわけではなく、大学のような高等教育を行う学校と庶民の日常生活に必要な読み書き計算を教える学校は、 完全に別々なものであった。下級学校を卒業した後に上級学校に進学するという考え方は比較的近代のものである。近代になると年少者から年長者までの広い年代において教育に対する需要が発生し大学の下には進学元となる予備学校を庶民の学校の上には進学先となる補修学校を作る動きが生じた。 この時に大学などを基盤として上級学校から下級学校へと整備された学校体系は下構え型学校系統などとも呼ばれ反対に庶民の学校などを基盤として下級学校から上級学校へと整備された学校体系は上構え型学校系統などとも呼ばれる近代のヨーロッパの多くの国々では下構え型学校系統と上 構え型学校系統が並存する複線型学校体系となったが、後に小学校などの初等教育を行う学校を共通にすることで分岐型学校体系となった国も多い。単線型学校体系は、その後分岐型学校体系をさらに整理するなどして見られるようになった。江戸時代の日本では、庶民の指定が初等教育を受ける寺小屋と武士の指定が、 中等教育、高等教育を受ける犯行が存在した。寺子屋を卒業したら犯行に入学するという制度ではなく、それぞれの学校は別の系統であった。太平洋戦争までの日本の学校制度は、明治初期には単線型に近い学校体系が実施され、徐々に修学率が上昇していくにつれ、在学者の多様化などから伏線型に変わっていった。 例えば中学校は当初その同等期間のない単線型に近い学校であり、進学、実業の両方の教育を行っていたが、後に実業学校と中学校に分離し、伏線型になることになる。特に昭和初期はヨーロッパ式の伏線型学校体系が敷かれていた。この体系では、尋常小学校卒業後に就職するか、高等小学校に進むか、 旧正中学校、高等女学校に進むかなど、比較的早期に進路が決定される分岐型学校体系であり、特に大学などの高等教育段階の学校はかなり多極化していた。戦艦期には、第一次世界大戦末期の1918年に制定された大学令をはじめとして、高等教育段階の学校を大学に統合しようとする動きや、 日中戦争の最中1941年の国民学校令では義務教育を6年間から8年間へと延長を図る動きがあった。しかし、第二次世界大戦前に一部は実現したものの義務教育の延長が実際にされ、高等教育が本格的に大学に一本化された時期は1947年に敷かれた学校教育法を因後だった。 1947年当初の学校教育法では、小学校に続く3年生の中学校を全入にして、中学校の卒業院後も高等学校を経て大学に進学するという、学校体系の完全な一本化が目指された。しかし完全に対応しきれない部分もあり、短期大学が認められたり高等学校では普通化と、職業学科への文化が起こった。 その後の学校教育法改正により、学校主として、中等教育学校と高等専門学校が追加され、さらに、先週学校制度も追加されるなど、中等教育以降高等教育に至る過程の伏線化がなされている。ABC、教育改革をデザインする74ページ。教育改革をデザインする21ページ。ありがとうございます。